コラルカエウムクリプトフィルムは2008年に発表されたミキサイの超高熱古細菌である。1996年に提唱されたコル個細菌の系統に所属するとみられ、純粋培養はされていないものの、その中では最も研究が進んでいる。イエローストーン国立公園のオブシディアンプールより採取したサンプルを菌栄養化摂取85度。 pH6.5 の嫌気条件下でおよそ4年間に、渡って培養することにより得られた。トリプトニア、酵母粉末を中心とした培地で増やすことができるが、最終的に得られた培養系でもバクテリアを含んでおり、単独での培養は試みられたものの成功していない。電子顕微鏡写真から太さ0.16から0.18マイクロメートル、長さ15マイクロメートルの異様に、 細長い姿をしている。命名は、俗名が、モンナより、カーハーキアム。主形用語が、由来やその形状より、クリプトスファイロムで、クリプトフィリムと名付けられた。全ゲノムの解読は、純粋培養されていないため SDS や、露過処理により生成することで行われた。ゲノムサイズは159万757塩基体で、古細菌としてもやや小さめである。 有利古細菌特連古細菌の中間的なゲノムを持つ。ありがとうございます。